ついてるねついてるねついてるともみん、今日も楽しい、ついてるともみん、へー、あなたにもついてるあげたい。すごいですね。だからジャージですって、だいぶ似てきましたか皆さん。ついてるともみんでございますよ。はい、どうなんですかね。記念すべき100本目でございますが、予告通りあの引き寄せの法則喋りますけれども、これ別にあの動画で電線しか映ってないかもしれませんが、僕電線マニアではないですよ、はい、あの下のここ一般道で下を映すとあの人とか車とか、ね、あのいろいろ映ってしまうので良くないなと思いまして、空を映してますっていう感じにしようかなと思ったら電線しかなかったっていうね、はい、まあ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 、それで引き寄せの法則でございますよ、そうですね、これ多分皆さんそうだと思うんですけど、引き寄せの法則ってなんだっていう人も中にはいらっしゃると思いますが、全部引き寄せの法則というか引き寄せてるんですよね、自分がいいことも悪いことも全て、うん、それが言葉で言っちゃったりとか思っちゃったりとかね、思考は現実化するとかいう話聞いたことありますか。そういうことなんですよ、うん、で本当にこれ正直な話があって、僕もね、この言葉始める前までは本当に良くない言葉ばっかり使ってました。どっちかって言ったら、うん、言葉は汚いしね。でまあ真剣にやろうとね、心に決めて覚悟を決めたのが今年の9月5日です。そうだね、うん、あの YouTuber のヤッホーさんですね、パペット使ってやってる方いらっしゃるんですけどね、その人の動画見ててあれと思ってね、この人もそういう話なんだと思ってね、好きなんだなと思ってね見てたんですよ最初はね。だからそれにどん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 引き寄せられていったのは自分だよね。ここ気持ちがこう引き寄せられていくっていうか、また見たいなって思うっていうのはそうじゃん。だから魅力があるってことでしょ。で魅力も引き寄せなんだよね、要はっていうことに繋がってくるじゃないか、全てがそうやって、うん、例えばお腹空いたから何か食べようって、ね、自分が行動してそっちに行ってるかもしれないけれども、それも確かにそうだけれども、それもさ引き寄せてるじゃん。要は食べたいものを自分が寄ってったりとか、だからどういうぐらいかな、食べ物に引き寄せられてるから引き寄せじゃん砂糖撒いたらアリが来るのと一緒でさ、あれでね、あれだって分かんないのにさ来るんだからすごいよね。あれもなんか砂糖の魅力があるんだろうねみたいなね、うん、ここに砂糖があるよっていう砂糖のこう波動があるのかもしれないしね、あのついてる電波と一緒だよね。目に見えないけどついてるついてるって言ってるといいこといっぱいあるよっていうのと一緒。それもついてるって言えばいいことが引き寄せられてくるのよね。これも引き寄せでしょ。ただその逆でついてないって言ってもこのついてないことが引き寄せられちゃうのよ、うん、だからこの言葉は本当にね注意した方がいいと思います。絶対その方が幸せになれますよ、うん、楽しいし、うん、あとこの YouTube 上げる前というか動画アップする前はどう？YouTube ってどうなの？みたいな感じなところはありましたよ、僕は実は、うん、それに自分がまさかね動画上げてね、まさかだよ、始まりのさ最初と最後にさ歌を歌ってんのよこれは考えられないよねと思ってね、うん、まさかの出来事ですよこれも。けど自分が引き寄せたんだよね要は、うん、だってね、ヤッホーさんとこにいて、あなんか面白そうだなと思ってそっからの始まりでみたいなさ。でもねかなり勇気はいったな、うん、でもねやっちゃえばもう全然もうどん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 なんか自分が楽しくなっていってね、うん、そういう感じかな。そうだな、最初だって始めたってまだ始めてね、まあ、うちで11月10日ですよ始めたのまだ1ヶ月経ってないぐらいですけど、でもね面白い、うん、すごく面白い。
分の中になかった感情が出てきた感じ、うん、そっからだって一気にガーって運が回り出したっていうか、言霊も言い出してアファメーションもやり出してって、うん、昔やってたあのノートにね、100個の夢書きましょうとかってそういうのもやってたけど、でもね、そのノートこの間出てきてさ、見返したら叶ってることがただいっぱいある、うん、例えばあの自分で買ったベンチに母親乗せてあげたいみたいなね、ことも書いてあったけど、それもこの間実現してるでしょ。そうなんだよ。それが一番でかいやつかな今のところな。ちっちゃいのはね、もうほぼほぼかなってるよ。コルベットに乗りたいっていうのは前の車コルベットの私ね、それコルベットからずっと前に書いてたからね、10年ぐらい前の話だからね、うん、そう考えるとさ、いろいろね、まあ今は車の例しか挙げてないけどさ、うん、そうだよ。だって月収だって30万以上欲しいですよね。今30万以上だからね、それもかなってるじゃん、考えてみたら。そう、全部だからそこで言ったことが引き寄せられてるわけじゃん。これ引き寄せの法則でしょ、間違いなくって考えると全部そうなんだなと思ってね、うん、だからついてる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 って言ってると、ついてることが起きてくるから、それも引き寄せの法則でって話になると、あ、これ俺やっぱ引き寄せの法則が好きなんだなって思った、うん、好きなんだなっていうか、それが性に合ってんだなと思ってたっていうか、思ったというか、うん、そう感じてるね今は。すごくだって雨の皆からさんもお助けいただきましてありがとうございますの言霊だって最初はさ何にも言えなかったよ、うん、でもそれも今では言えるようになってすげえなと思う。自分褒められるもんだってあの新オールサッシのね、長い方のやつも全然スラ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 言えるしさって当たり前だね、毎日言ってんだからね、うん、そうなっていくとね、どんどん新しいことやろうって勝手に思ってくんだよね、自分の中で。そうすると、なんか気がついたら YouTube も始めててみたいなさ、なんでパペットも買ってなんてさ、やってね、結局今じゃだってまだね、顔出しはしてないけど、もう半分顔出してるようなもんじゃない、お面つけてドリドリやったりとか、あれはまた楽しくてワクワクするんだよねあと歌だってさ、俺ね、本当にあのあれよ、音楽とか成績悪くて音痴だったし、今もそうだけどね、うん、だって人前で歌を歌うなんてすごい恥ずかしかったもん。でも今じゃさ、 YouTube の電波のせいあれだよ、なんか適当に何かの歌アレンジしたような感じのさ、音程も合ってんだか合ってねえんだかよく分かんないような感じで、エンディングとオープニングとエンディング勝手に作って歌っちゃってんだよすごくないかこれね。それも全部引き寄せですよ。なんかね、だから言霊言ってると結局だから強気の言霊言ったりとか、熱々とか言ったりすると心が強くなるんだよね、まず、うん、それでなんだっけ、この間っていうか昨日まで言ってたあの言霊があってね、私は愛と光と忍耐ですって言霊、1日100回これ10日間やろうっつってやったらね、結果さ、今すごく何も動じなくなったというか、うん、ビクビクしなくなったっていうかね、堂々とできてる、うん、で人がほらどう思うこう思うとかあるじゃない、いろいろそういうのもね、人の目が気にならなくなったというか、なんつったらいいんだろうな、世間体があんまり気にならないというか、だからつって自分の勝手に生きていこうっていうわけじゃないよ、そういうわけじゃないよ、でも自分で楽しんで生きていこうと思って言って決めたの、そういう風になったのよ、うん、だからだって楽しまないと幸せになれないじゃんと思ったのよね。まあさ、いろいろね、意見がある方もいらっしゃると思いますがね、僕はそれでいいなと思って、うん、今は思ってる。それでなんかひらめきも多いし、この動画で今こうやって喋ってんのも台本も何もなしでね、やってるのよ。まあ他の人からしてみたら適当なやつだなって思われるかもしれないけど、でも適当でもね、何でもね、出てくるのよ言葉が、うん、適当って適度にちょうどいいってことでしょ、だからいいんだよ、うん、そうするとね、都合がいいように解釈してるって言われるんですが、だって都合がいいように生きなかったら苦しくてしょうがないじゃない、自分楽しくないじゃん、そうしたらだからそれ、ひとりさんも言ってるけど、楽しい風に生きた方がいいよって、
楽しいことやってた方がいいよって言ってるじゃん、間違いなく。で、自分の機嫌は自分で取ってさ、自分の機嫌ね、自分の機嫌は自分で取るんだよ、うん、って言うからさ、そうなんだと思って自分の機嫌は自分で取ってやってんのよ、うん、だからイライラすることも多々あるけど、その時にはもうついてるついてるついてるって言ったり、雨の皆さんにさ、もっと助けていただきましてありがとうございますって言ったり、言えない時はもう心で思ってる、うん、それでうまいこと回避しながらねやってますよ私。そう、そういうのも全部これ YouTube 始めてからだから、だからヤッホーさんにあそこでね YouTube で出会わなかったら今がないかもしれないよね、どっちか言うたら。俺はすごい感謝だよね。だから当たり前なことに感謝できるようになったかなって言ったら、それが正解なのかもしれない、うん、というわけでございますよ。はい、そんな感じのついてるトマミンでございました。はい、あった、そんなこと言ってたら道を間違えたような気がするぞ。これ駅前に来てしまったぞ。それは U ターンできるのか俺はまあそんな感じでね、あ、ペラペラまた長くなってしまいましたが、うん、ちょっと100本目なんで暑くなりました、また。はい、すいません。そんな感じでね、目指せどうだな、100本いったから次は200本目指しましょう。はい、そんな感じでついてるトモミンでございました。よろしければねチャンネル登録の方よろしくお願いします。うん、まあね、あの歌短めにしてるの最近し始めた。はい、長いとねちょっとね自分でも見ててね嫌な感じになるんでね改良です、これも改良に改良を重ねていこうと思います。はい、なのでそんな感じでよろしくお願いいたします。ついてるトモミンでございました。皆様本当よかったらまたコメントください。こんな場合です。じゃあエンディングいきます。ヘイヘイホーヘイヘイホーヘイヘイホー、ついてるトモミンヘイヘイホーヘイヘイホー、いいことあるぞ、ついてるトモミン。こんな場合で皆さんよろしくお願いします。ついてるトモミンでした。じゃあねー、バイバイキー。